皆さんようお参りくださいました。はい、静かですね。ありがとうございます。今日は初めての試みということで公開収録ということで、ご案内しましたら、これ何人来てくださったんですかね。本当にたくさんの方来ていただきまして、感動しております。うまく話せるか分かりませんけども少しの時間ですけれども、最後までお付き合いいただければというふうに思ってます。で今日はですね最初に、今日初めてスマデラ来たよという方いらっしゃいますか。ありがとうございます。改めてですけれどもスマデラのですね回想というか縁起の話よく来られている方でもあまり知らないという方いらっしゃるかなと思いましたので、ちょっとお伝えさせていただけたらと思っております。このお寺はですね実は、歴史大変古くてですね886年という年です。仁和2年という年なんですね。平安時代からここにあるんですけれども、縁起というものがですね、資料としては残っているものが少ないんですね。実はそれはなぜかというとこの1100年以上の歴史の中でもう度重なる天災人災に遭ってきたお寺なんですね。なのでほとんどの資料は消失してしまっているんです。で、代表的な縁起を見ますとどう書いてあるかというと、和田岬という兵庫の海皆さんご存知だと思います。和田岬にある日漁師が海に光るものを見つけるんですね。そして近づいていきますと、それを引き上げるとですね観世音菩薩だったっていうんですね。そしてその観音様を今も地名残ってます江家山、兵庫のね江家山ありますね。江家山のところに北の峰の寺ということで北部寺というお寺を建立されたそうです。で、発掘調査ではかなり大きな寺院があったんじゃないかという瓦とかも出てきているようでして、それがスマデラ縁起に出てくる北部寺ではないのかなと予想されるんですけども、でその時はね純那天皇の時代なんですね。で時が流れて、高校天皇の時代、天皇陛下の夢枕にその観世音菩薩様立たれまして、お告げがあるんですね。私をもっと静かな場所に移して仏法を広めなさいっていうようなお告げを天皇陛下聞くんですね。そしてその当時おられた門教上人というお坊さんに勅命を出して、その門教上人がいろいろ探してですね今皆さんおられるこの地上野の地と書いて常夜の地と言われていたんですね。その時その常夜山福生寺っていうお寺を建立したのが先ほど言いました886年、仁和2年という年なんですね。ですので、観世音菩薩様を北部寺から移した都市、そこから1100年以上この地に、このお寺が、存在し続けているということなんですけれども、こういう縁起を考えるときにですねよくあるのがですね弘法大師が建てたとかですね、聖徳太子が建てた、よく皆さん聞かれると思うんですよ。でやっぱりこの超有名人を持っていきたいんですよね。でところがですねこれ私の祖父が言ってたんですけども、そういう演技に限って眉唾ものが多いんだと、そういうことはあまり言ったらいけないんですけど、ここだけの話と言って、これ配信するんで、どうなんだということなんですけれども、実際に多いそうです。歴史上に見たらで大変失礼なんですけれども、スマデラを開かれたその門教上人というお坊さん、歴史上にここしか出てこないんですね。で、これも祖父が言ってたんですけれども、無名の人が開祖に出てくるということは、これはこの縁起はですねきっと正直なものであるはずだっていうことを言ってました。私じゃないですよ、祖父が言ってたんですよ。はい。で私もそうなるほどなというふうに思ってるんですけども、その演技が正しいんだなと思うけれども、一つ疑わしいことがあると。それは何かというと海から出現した、そんなことあるって思いますね。で私も当山の演技ではありますけれどもちょっと疑っております。
だけれどもこの海から出てくるっていうことは実はいろんなことが考えられるんですね。で海から出現するって話、実は須磨寺だけじゃなくていろんなお寺で残っているんですよね。じゃあなぜ海なのかっていうことを考えた時にですね、いくつか考えられるんですけども、観世音菩薩様の場合は不堕落浄土から来てると考えますから、海を越えてこうやってこられたんだって考える考え方もありますし、そして仏教という教えは皆さんご存知の通りインドから始まってますね。でインド、中国、そして日本というふうに伝わって、これ三国伝統っていうんですけども、三国にわたって伝わってきてると、つまり海を越えて日本に伝わってきてるんですよね。なので仏教も海を渡ってきているんだから、その 本場ですよね、本場っていう言葉が正しいかわからないですけども、そういう本場の、インドの仏像が一番、あるいは中国の仏像が一番貴重なんだというふうに考えられて、その海を渡って本場の仏さんが来たんだと考えられたのかなということも思うんですね。そして海というのは万物発生の根源でもあるわけですよね。だから大いなる源である海から発生する聖なるものであるとか清らかなものは必ず海から生まれてきたはずだっていう、そういう思いでこの縁起は作られたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なので海という話もそこで理解できるのかなというふうに思ってるんですけれども、でその縁起が正しいと、思われるその886年仁和2年という年が間違いないだろうと思わせていただけるのが唯一残っているものがあるんですね、その時代のものが。それが何かというと須磨寺のもちろんですが、その本尊様、召喚世菩薩様、秘仏です。皆さん後で本堂をお参りいただきたいんですけども、本堂の一番向こう側に朱塗りの仏壇、これ仏壇をですね空殿っていうんですね、宮殿って書いて空殿で、厨子って言いますよね、仏さん入っている厨子で、厨子と空殿何が違うかというと、厨子は持ち運びできる大きさのものらしいですね。で大きな仏壇です、空殿。そこに三尊祀ってありますけれども、お前たちが、その前に金色に輝くお前たちがおられます。その奥に本当の平安時代の仏様おられます。等身大ぐらいの大きな仏様があの中におられます。そして右手に不動明王、左手に毘沙門天さんが、祀られてまして、この空殿が1368年応安元年の建物で国の重要文化財です。で中におられる本尊様、召喚世菩薩様はその開創当時の平安時代の仏様なんですね。はい。でこの本尊様は33年に一度の御開帳です。実はですね3年前に御開帳しました。順当にいくと30年後、皆さんどうかお元気で、諦めたらそこで終わりですから、ちょっと遠い目をされている方がいらっしゃいます。でもこう住職の一存でご開帳するということですね。3年前はじゃあ33年後だったのかというとそういうことではなくて、神戸市のね須磨の文化展という市立博物館で行われた文化展に合わせてご開帳したということがありますので、そのご開帳の際にはぜひ来ていただきたいなと思います。そしてもう一つその平安時代のものが残っている、これあまり知られてないと思うんですけども、金付き堂ありますね。あの4つの柱、あれ実はその当時のものなんですね。あれを撫でて帰っていただけたら、ずっと須磨寺にね平安時代からある柱なんだそうです。だからその祖父もそれ書いてるんですけども、その本尊様と鐘楼堂の4本の柱がその縁起が正しいということをもう太鼓判をしてくれてるということだそうです。で、須磨の歴史他にもお伝えしたいんですけども、在原の行平という方ね、在原の成平が有名ですけども、六花仙の一人、そのお兄さんにあたる方が、理由は定かではないらしいんですが、時の天皇陛下の怒りを買ってしまって流されてしまうんですね。都京都から流されてきた場所がここ須磨なんですね。
島流しならぬ須磨流しということで、はい、ありがとうございます。これ受けなかったらどうしようかなと思ったんですけども、須磨に流されてきたんですよね。その当時は都京都からするとこの須磨というのはね、本当に寂しい場所だった。何もない、ね、でこの地形を考えていただいたら分かると思うんですけども、六甲山系がずっと伸びてきまして、淡路島に向かって海にぶつかるとこなんですね、須磨っていうのは。で今は2号線山陽電車 JR 全て塩屋の方こう回れますけれども、昔はそこで行き止まりだったと。で山越えをしないと播磨まで行けない。だから摂津の国の一番隅という、隅というなまって須磨になったっていう、そういう一説があるそうです。まあ、それぐらい物寂しいこの須磨に流されてきて、それがですね、流されてきた年が仁和3年、つまり須磨寺が改装された次の年なんですね。で流されてきた、幸平さんは、ここ須磨寺に何回も参籠された、お参りされたっていう記録があるわけです。で幸平さんにゆかりの名前がこの須磨の地名に多くあるんですよ。月見をしたので月見山ね、とか絹掛町とかね。で幸平さんを慰めた美人姉妹松風村雨物語があるんですが、松風町とかね、まあ、そういうかなりこの須磨の文化に影響を与えた方でして、そして、紫式部さんが、源氏物語で須磨の巻を書いてますね。で紫式部さんは須磨に来たことがなかったそうです。で須磨の巻を書くときにモデルにしたのが在原の幸平さん、つまり幸平さんは光源氏のモデルになった方なんですね。でその幸平さんが伝えられた伝統楽器があります。寂しい思いをして須磨海岸を歩いていた時に一枚のね船板が流れ着くんですね。でその船板に自分の冠の尾を一本引き抜いて即席のお琴を作ったんですね。これが一弦須磨琴と言われまして、一本しか弦がありません。でこれがですね、江戸時代なんかはすごい流行った時期があったそうです。ところが明治に入ってどんどんこう衰微の一途をたどって、昭和にはもう絶滅の危機に瀕していたわけですね。で昭和40年に、先代、先ほどからお話出てます祖父がですね、前の館長さんが一弦須磨琴保存会というのを作られるんですね。で当初10人で始められた保存会が今50数年経って300人以上の会になって、毎週この須磨寺でお稽古されてます。ぜひその音色も機会がありましたら聞いていただきたいなと思うんですね。で、あとはですね、この須磨寺のもう一つの大事な顔としては信仰の顔ですね。須磨のお大師さんっていうふうに近隣の人には呼んでいただいて親しまれてます。でこれは昔は高野山は遠い買ったわけですよね。でなかなか行くことができない、なので弘法大師さんのお参りといえば、ここら辺の方は須磨寺にということで、未だにですね弘法大師さんの縁日21日、須磨寺では2日間でした。20日21日と、縁日ということで境内には出店が並びまして、1万人以上の方がね毎月このお寺を訪れているわけですね。でその縁日もぜひ雰囲気を味わいにですねお参り来ていただきたいなというふうに思います。そしてですね、一番有名なのは源平合戦ですよね。源平合戦、一の谷の合戦の舞台になったと。そして有名な熊谷直実と平敦盛の一騎打ちがあったと。でその当時に陣地だった、源氏方の陣地だったのがこの須磨寺だということで、敦盛を討った直実はこの須磨寺にその首と笛を持ち帰ったんですね。なので未だに笛が時報として大切に保管されています。青葉の笛という笛ですね。でこの笛を見たいということで敦盛さんを忍んでたくさんの方が訪れていると。で、松尾芭蕉もここを訪れてるんですね。で芭蕉は歌を詠んでます。須磨寺や吹かぬ笛聞く越した闇っていう歌を詠んでですね、やっぱり吹かぬ笛聞く、敦盛さんに忍んでそういう歌を残されて、ただ芭蕉がですね日記を残してまして、でそこに、須磨寺の青葉の笛の配管料が高すぎると、まあ、そういうねことを書かれているそうでして、まあ、その当時の住職なんぼ取ってたんやろうなと
気になるとこなんですが、今無料で公開してますんで、もう名古屋からね来てくださった方ぜひ見て帰っていただきたいと思います。そしてですね、近年ではおもろいもん巡りということで、これも祖父がほとんど作られたものなんですが、頭を撫でたら動く猿とかですね、皆さん親しんでいただき、ちょっとこの源平ゆかりの由緒正しきお寺には似つかわしくないものがたくさんあるんですが、これはただ思いがありましてね、祖父がいつも言っていたのは生きるための仏教なんだっていうことを言ってたんです。つまり亡くなってからの教えではない、生きてる間に人に来てほしい、で生きている意味って一番何が大切か、笑顔だっていうんですよね。やっぱりお寺っていうのは思い悩んだ人、暗い顔してねお参りに来られる人多いです。でもそういう人がちょっと何かに触れて反応があった時に、なんやこれアホらしいっていうので、ちょっとふっと気持ちが楽になることがあるんですね。で少しでも心を楽にして、帰っていただきたい。で笑顔っていうのはね本当に大切です。おばあさんっていう漢字がありますが、あれ皆さんご存知ですか？波の女って書きますね。あれ波って何を表してるかご存知ですか？シワなんですよ。そうなんです。でシワも笑いじわらしいですよ、この横じわね。だから横じわが深く深く刻まれた人をおばあさんって呼ぶんですって。で皆さんどうですか？そのシワを消そうだなんてね、アンチエイジングとか言葉ありますけれども、もう無駄な抵抗はやめてですね、そう失礼なこと言っちゃいけないんですが、ありのままで美しいわけですよ。で、まあ、そのシワを消そうと高い化粧品を買うお金があればですね、なんか笑顔になることに使っていただくと、どうしても余るんだと、余ったらまあお寺に寄付するとこれだけ覚えて帰っていただきたいのかなと思うんですけれども、まあ、これは冗談ですが、とにかく笑顔多い人生をね、ぜひ皆さん歩んでいただきたいなと思っております。こういう多面的なね、いろんな顔を持ちます。信仰的な面もあるし、おことのような文化的な面もあるし、おもろいもあるいは歴史的な面もあるということをぜひ知っていただけたらなと思いまして、今日は須磨寺のご紹介を改めてですけどもさせていただきました。皆さん本当にお聞きいただきましてありがとうございました。ようまいりでございました。